を前にね予習しておこうと。そうそう、はい、じゃあ今日キャラ替えなしのシングルトーナメント、さあ1回戦は、いや0回戦かスブタンバリン、相変わらずあのタンバリン の、 そのサポート欄いいよね、潔すぎるキャラ隊はカモネギとマルマイン以外は必要ない。さあ思ったことどんどんつぶやいて見てコメントして、さあ開幕、さあまず球の打ち合いから始まって、さあ有利フレームから飛びで何事もなく、さあこれはやはりフロント、おーおーおー当たんねえの当たんねえの今の、知らんかった。さあフェーズチェンジ、ネットネットでフェーズチェンジ、鈍足ついたタンバリンが頑張って、あーっとブロック見てからエモンが有利でした、若さのエモンが。さあタンバリン端から逃げて、さあお互い橋の奪い合い、押し付け合い、さあカモネギ使ってはっけーガード割れている、タメのコエクスボーン、あーっと壁があった、さあエモンがこれはガードして、さあこの後お互いこれ相当多分人読み入ってんだろうなこのさあジャンピング触ったところからポケコンボでタンバリンがフェーズ取っていく、タンバリンチャージも2回入れて、さあ残り時間的にスブタン厳しいかと思ったらジャンピング触ってフィール取っていく、さあ一方的な共鳴どうする、 6X ぶっこんで、さあ我慢したタンバリン、最後の最後に飛んだところにエレキネット刺さって勝ったのはスブタン、やるね、あれはしょうがねえな、あれはしょうがない無理だ、そう、さあカモネギ刺さってボンラ振り下ろし、タメのクイックスガードから、さあプラ8から投げを押すもののスブタン暴れてる、さあプラ8から投げを刺して、さああと届かず当たらない、反角のない素晴らしいボーンラッシュ、しかしフェイザー取られている、さあユーリヘム取って、ユーリヘム取って、さあ橋の奪い合いさあこれはタンバリン側がラッキーな形、おーと傘当たりしてしまうが、それに反応してボーンラッシュ振ってしまう、さあこれはでけえ、おっとっと当たってしまう、さあ我慢から共鳴吐いて、さあどうなるこの共鳴合戦、さあ影分身抜けてからの BA、 これはガードして、さあ、クラブで、おっと、興味切れて、タメのグクス、タメのグクス、当たっている、あーっと、さあ、固まったところしっかり投げて、さあ、お互い一発の勝負か、しかし、時間がそれを許さない。さあ、横歩きに振り上げは当たらず、